旅好きの皆さん、こんにちは。私の名前はナムです。今回ナムおじさんが紹介するのはドンナイショーロンカインのグルメです。それでは一緒に食べに行きましょうさあ、今回はドローカルなベトナム料理を9つ紹介していきますよ。皆さんいくつ知っているでしょうか？応援よろしくお願いします。粉物料理店。ナムおじさんはロンカイン駅から900メートルの場所にあるバインロックのお店に着きましたバンムイタムトヤ。Em nhìn rất trẻ. Không phải tại vì em nhỏ con á, do là em lùn quá. Wow, thấp hả? Em thấp người quá. Vợ chưa? À, có vợ chưa? À, chưa. Chưa. この料理はバインロック1つ10円です。バインロックはフエ発祥のベトナムの粉物料理の一種です。具材はエビ、豚肉、タピオカ粉の生地で、それらをバナナの葉で包みます。エビ好きの人は絶対食べるべきです。この料理はバインナム1つ16円です。バインナムは米粉のような白い色が特徴で、表面にあんがまんべんなく敷き詰められています。ここでは今でも薪ストーブを使って料理をする人がいます。何なんだ？お、やったもん庶民派グルメ6選。はじめはストリートフードです。この料理は揚げおこわ62円です。揚げたおこわの間に炒めた鶏肉そぼろとキクラゲが挟まっています。ハロー。2つ目もストリートフードです。この料理は特製肉まん154円です。この料理は八角のような味がするので苦手です。3つ目はフーティウです。この料理は牛肉煮込み入りのフーティウです。フーティウはベトナム南部の人気麺料理です。牛肉煮込みのフーティウは伝統的なスパイスで煮込んだ柔らかい牛肉を入れたフーティウですお次はコムタムです。あー、もうバンナーコムタムビジャービジャーバンニューってなナムナムビジャー。この料理はオムレツとポークスキン付きコムタム307円です。この料理の特徴は砕けたお米を使っていることです。この料理にも八角が使われています。だからこの料理の味を気に入りませんでした。5つ目は手延べ麺です。この料理は特製汁なし手延べ麺337円です。この料理はエビ肉シューマイ258円です。日本と違ってベトナムには町中華の数があまりないです。
ラストはバインダークワです。この料理は特製バインダークワ276円です。バインダークワはコシのある麺に淡水ガニを主原料とした具材をスープに混ぜ合わせた料理です。うん、このバインダーという麺の原材料は白米、氷砂糖、南蛮カラスウリの粉です。改良利点。ナモジさんはロンカイン駅から400メートルの場所にある改良利点に着きました。あ、目的は本物を掃除。買えないな。本物木工。本物木工。お台湯 VR ホーム。哎呀。Sài Gòn đi chơi. Cái này nướng. Hai mươi, hai lần. みんな、好きなブラン、好きなベトナムのブランドのビールは何ですか？この料理は平らぎ貝のネギ焼き245円です。平らぎ貝と鶏卵を混ぜ合わせてから焼いてネギとピーナッツを散らした料理です。この料理はマテ貝の炒め麺276円です。この料理は貝料理店の定番メニューですがお店によって味付けが異なります。バインカンの店。ナモジさんはロンカイン駅から400メートルの場所にあるバインカンのお店に着きました。ベトナムでは人気のある飲食店の近所には似たような料理を提供するお店があります。この料理はバインカン245円です。醤油味のスープですのでこの料理は日本人の舌にも合うと思います。バインカンは米粉から作られています。スープの中に具がたっぷりと入った明石焼きのような料理です。もし食べに行くなら朝の時間帯がおすすめです。作りたてのバインカンは熱々で外側がサクッとしていてとても美味しいです。マンゴーはバインカンとの相性が抜群なのでこの料理には欠かせない食材です。ナモジさんは完食しました。やっぱりうまい。絶対じゃないベストオブヨン。次回の動画ではフエとダナンのおしゃれなカフェを紹介します。ご期待ください。今日のチャンネル登録者数は535人。登録していただきありがとうございます。札幌でお話ししていただいた皆さんありがとうございました。また会いましょう。